はい、どうもこんにちは、くまてぃです。今日はこれからギターを始めるっていう方のためにギターの持ち方などを説明していきたいと思います。イエーイ。この動画ではギターのフォームパート1ということで、ギターの持ち方、ピックの持ち方、右手のフォーム、右手の練習方法を紹介していきたいと思います。それぞれの時間帯を下の説明欄に貼っておきますので、そこだけ見たいって方はその時間まで飛ばしてみてください。それとこの続きの左手のフォームと左手の練習方法はパート2の方の動画で紹介しますので、そちらの方をご覧ください。下の説明欄の方にリンクを貼っておきます。じゃあ早速やっていきましょう。ギターの持ち方なんですけど、まずこの椅子に座って弾く場合は足の高さがこの床と平行になるか、もしくは膝の方がちょっと上に上がってるぐらいの方がギターが安定して弾きやすいので、どうしてもこう椅子に座ると膝の方がこう下になってしまうので、足の下になんかこう箱なんかを置いて、ここが平行になるぐらいにできたら弾きやすいと思います。で、市販のギター足台が売ってるので、こういうやつを足の下に置くとギターが安定しやすくなるってことですね。それでギターの持ち方はこのボディのここの引っ込んでるここの部分を右の足の上にこうやって置きます。そしてこの体に向かってこのギターは真横ではなくてネックの方を前に出して45度ぐらいこう前に出します。こういう感じですね。そしてこのネックを床と平行よりもちょっと上に上げます。こういう角度で持てたらいいですね。体に向かって真横の状態からネックを45度前に出して少し上に上げる。そしてピックをこう持ってる手でこの穴の開いてるところ、このサウンドホールっていうんですけど、真ん中あたりにこうピックをこうちょうどこう持っていって、ここの辺にこうピックを置いた時にちょうどあるこの肘の位置、この肘のこの内側、ここの部分でこうギターをこう固定します。こう自分の脇腹と腕でこうギターを挟むような感じですね。でそうするとこっちの左手を外してもこのギターがこう固定されている。左手でギターを支えてこっちの支えがないと、こう手を外した時にこうギターが下にこうネックの方がこう下に落ちてしまうので、こう左手で支えていると左手がこう押さえたり動かせなくなってしまうので、ここを押さえて固定するようにします。こういう感じですね。まあ、左手を外してもここが下に落ちなければこれでバッチリです。そしたら次は今度右手のフォームいきますね。まずピックで弾くのでピックの持ち方なんですけど、こういうおにぎり形っていう正三角形みたいなピックでしたら、この3点でどこで弾いてもいいんですけど、とりあえずまずここで弾くとしたら、このここに親指をこういうふうに置いて、人差し指をこう曲げて後ろからこういうふうにこういう形で持ちます。でここでこう弦を弾くっていう形ですね。でその弦のところにピックをこう持っていって、ちょうどこのサウンドホールの、まあ僕の場合ど真ん中よりちょっとこっち側になるんですけど、この辺にピックをこう当てた時にあるこの手の位置ですね、この肘のところからこうまっすぐなってて、こう手首がこういうふうになってたら、こういうふうになってたりしないようにして、もう自然とこうまっすぐなってる状態でピックをここに持ってきます。でその状態でこの手のひらの横のここの部分で6本の弦を全部まず押さえます。こういうふうに押さえる。これがミュートなんですけど、音を出さないってことですね。で6本の弦の音を全部出ないようにこうやって上から押さえつけます。押さえつけてこうグッて押さえなくてもいいんですけど、こう弦にこう触れます。でそうすると音がこう出ない状態ですね。ミュートは結構重要なので、弾く前に一番最初にいつもこうミュートができるといいですね。こういうふうにギターを持った時にまずこう肘でギターを固定して、ここを6本の弦を全部ミュートする、うん、でこう音が全然出ないような状態にするっていい、これが最初の構えになります。それでこうミュートをした時にこの小指とか薬指がこうボディにこの辺にこうついてる状態になってて、このミュートをしたまんま最初6弦を1本だけ弾いてみます。そうするとこの形で弾かなきゃいけないので音出ないんですけど、こういう感じになりますね。こう弾いて6弦を1本だけ弾いて5弦に
ピックが当たって止まるような、こんな感じです。ですね。こういう形。で、こうやって何回もやってみると、これが、こう理想的な、こうピックの弾き方になります。一回弾いたら、もう一回最初のとこ戻って、もう一回上から弾く。今度はここの6弦の音をちゃんと出したいので、この右手の薬指と小指は、このボディにここはつけたまんま、この6弦の押さえてるミュートをこう弦からこう外して弾きます。こういう感じですね。で、この時この薬指と小指はここにつけっぱなしにしといて、ここを支点にして、支点というかナビ、ここからここまでの距離が分かるように、こうこの指はつけっぱなしにしておきます。これよく手をこう空中にやってしまうと、こうどこに弦があるか、基本的にここは見ないで違う方を向いてこう弾くので、この時にこのボディにつけてるこのナビがないと、どこの弦を弾いてるかが分からなくなってしまうので、ここに指はつけておいた方がいいです。で、まあ、僕の場合は1弦によく薬指と小指こう当ててこう弾いたりとかするんですけど、最初慣れるまではこのボディに指をつけてこうやって練習した方がいいです。それでこのミュートのを下にこう下ろして音を止める、こう一回弾いて、そのまま手をそのまま下に下ろすだけですね。これがミュート。ここがこうすぐミュートがこうできるような状態になってるといいフォームです。それでは6弦を1本だけリズムに合わせて弾いてみたいと思います。4拍子で1、2、3、4って数えながら、まずは全音符で弾きますね。この、1、2、3、4、1、2、3、4。そうですね。ギターの練習をするときは、メトロノームかドラムマシンを鳴らしながら、そのリズムに合わせて練習した方が上達が早いので、もう上達が早いというか、もう、リズムに合わせないと上達がすごく遅くなってしまうんですね。例えば今みたいに6弦を1本だけ弾こうと思ってこう弾くと、大体こう弦の上にピックを持っていって、グッと力を入れてこのっていう風になるじゃないですか。それでそのこう弾けたところで音が鳴るっていう状態なんで、このそのタイミングで弾くんじゃなくて、もう弾いたらそのタイミングだった。わかりますかね。こう鳴ったところが弾いたところみたいな感じになるんですよ。でもリズムがワン、ツー、スリー、フォーってあって、ワンのところで弾かなきゃいけないってなると、そのリズムに合わせてワン、ツー、スリー、フォー、うわって、うってそこにこう神経を集中して、そのリズムに合わせてうって弾くっていう。このリズムに集中することがすごく重要で、それによって上達がものすごく速くなるので、練習をするときは必ずメトロノームかドラムマシンを鳴らしながらぜひやってください。このリズムに合わせて練習をするっていう動画があるので、その動画によかったらぜひ合わせて練習してみてください。はい、今回の動画はここまでですが、ここで一つ宣伝をさせてください。もし直接オンラインレッスンを受けたいって方がいらっしゃいましたら、レッスンは有料になってしまうんですけど、30分の体験レッスンが1回だけ無料でできますので、直接何かわからないことや知りたいことなどありましたら、リアルタイムでビデオ電話で聞けますので、ご希望の方がいらっしゃいましたら、ぜひご利用ください。それとオンラインレッスンの生徒さんも募集してますので、よろしくお願いします。はい。では最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。See you! バイバイ。Thank you.